小野寺氏は、出羽国において、勢力を誇った豪族である。本姓は、藤原氏とされるが、森部氏とも言う。家系は、秀里流で、山内須藤氏の所流にあたる。かなり早い時期から、多くの分流を生み出し、東北地方を中心に広く分布した。それらの諸課の中でも、出羽国戦北三軍に拡挙した、戦国大名となった。 戦北小野寺氏の家系が最も有名であり、本校では主にそれについて述べる。横手城内にある小野寺氏の聖徳妃小野寺氏は、平安時代後半に下谷国津賀軍小野寺を一所懸命の地としていたのが始まりと言われている。文治五年の欧州合戦による選考でに、出羽尾が津などの自投職を得た。通り綱は、将軍源、頼朝の信任厚く、以降も、 歴代将軍に近似している。そのため、各地の所領には、所流の指定を大官として派遣し、総領は、鎌倉に常駐し出資していたとみられる。南北朝時代に、総領家も強小な本領から、広大な所領であるではお月軍稲庭に移住したとみられる。小野寺氏は当初南朝方として活躍したようで、あるが、後に、室町幕府に降る。 足利将軍と鎌倉久保の和睦により、道の区、ではは、鎌倉府の管轄となり、小野寺氏も鎌倉府に出資する。しかし、鎌倉久保の支配に反発した他の有力国人と、同じく、室町幕府の京都五府地州となり、鎌倉府に対抗した。また、歴代当主は、将軍より変化を伴っている。この後、小野寺氏は勢力を拡大し、 各地に諸子家が分立する。しかし、この時期の小野寺氏の経譜については、資料的裏付けが取れず、不詳な点が多い。戦国時代に入ると、小野寺氏13代にあたる、経道の時に、小松軍をはじめ平家軍、仙北軍の仙北三軍から、由利軍、川辺軍、西条軍にまで勢力を広げる有力な大身となり、小松館と称されて最盛期を迎えた。 京道の子、吉道の代になると、戸沢氏、本堂氏、六郷氏など、戦国諸将が離反し、天正18年の欧州市沖時,時には5万4千国、あまりに換算できる横手城主であったが、欧州市沖で所要3分の1を削られた。慶長5年の関ヶ原の戦いで、石田三成、上杉影勝らの西軍に味方したため、 慶長六年には改役された上、岩三津和野に預けられた。ここに、戦国大名としての小野寺氏は滅んだ。吉道とその子孫は、津和野藩主坂崎氏、後亀石家臣となって、幕末を迎えた。また、吉道の末程鎮道は、道の苦難部藩に仕えた。吉道の自男歩道は横手に残っていたが、 かつての家臣筋であるでは新城藩戸沢氏に治療を400国の客分の重臣として、後に苗字を山内氏と改め幕末まで続いた。さらに、赤郎氏の一人、小野寺秀和も、吉道の子孫と言われている。小野寺を名乗る初夏は、ほとんどが上舌な藤原勢を称しているが、わずかながら、異性の小野寺氏が存在する。 以下の例は、時期の前後長短の違いは、あれほとんど、火災火信であり、原生をのでらし以外はすべて現在の岩手県、一の関市の一部に、それぞれの所領を持っていた。ありがとうございます。